南阿蘇の裾野に伸びる国道325号線。2021年3月7日、熊本復興のシンボル、新阿蘇大橋が開通しました。2016年4月14日と16日に熊本県益城町および西原村で最大震度7の地震が発生。熊本県を中心に九州地方各県でも強い揺れを観測しました。家屋の倒壊、断水、停電をはじめ、交通網も道路、鉄道、空路が一時不通になるなど大きな被害が発生しました。国道325号線の阿蘇大橋も4月16日の本震によって落橋しました。国道325号線は福岡と宮崎を結ぶ交通の要所であるばかりでなく、南阿蘇への観光ルートとして、また地元のライフラインとして重要な役割を担っているため、一日も早い復旧が求められました。新しい橋を架ける位置、構造形式は有識者等で構成された国道325号ルート構造に関する技術検討会で慎重に検討されました。この周辺は国際的な保全対象となっている阿蘇ユネスコジオパークなど雄大な自然が広がる地域。こうした自然に配慮し、かつ地震対策、さらには斜面崩壊の影響を回避し、南阿蘇村内のコミュニティを確保する必要から、旧阿蘇大橋よりおよそ600メートル下流側に架けることになりました。新しい橋は全長525メートル、最大主幹長165メートル、最大橋脚高97メートル。そのうち345メートルの渡下部は PC3 景観連続ラーメン箱桁橋を採用し、大成、IHI インフラ、八方、地域維持型建設共同企業体が施工しました。この構造形式の橋としては国内有数の規模となります。災害復旧という位置づけから全体工期を短縮し、早期開通を実現することが最大の課題であり、さらに阿蘇地域特有の地質・気候条件の下、国内有数の規模の PC ラーメン橋の構築を行う難易度の高い工事となりました。この厳しい条件の中で一日も早い開通を目指し、1年4ヶ月の工期短縮を実現した大成 IHI インフラ八方 JV の技術を紹介します。一つ目が最大60トンの積載能力を有する国内最大級のインクラインの採用です。急峻な地形での橋梁工事では、工事用桟橋を設けてクレーンを配置し、資機材の搬出入を行うのが一般的です。しかし阿蘇外輪山で唯一の切れ目となる立野地区は風の通り道であり、年間を通じて強風となることが多いという地形のため、建設資材や重機、土砂の運搬などをいかに安全かつ安定的に行うかという課題がありました。それらのリスクを排除するためにインクラインを左右両岸に取り付けました。インクラインは
巻き上げ機により軌道上の台車を上下に移動させる設備で、ダンプトラックやコンクリートミキサー車など大型車両2台が積載可能です。この大型インクラインの採用によって、安全で安定的に、また効率よく建設資材、重機、土砂などの運搬が行えるようになりました。木曽の周辺は黒川を挟む急峻な斜面上に位置しており、支持地盤の一部に柱状節理と呼ばれる火山岩質の亀裂が発達した岩盤層が形成されています。そのため橋脚の基礎は景観に配慮した施工が必要で、橋脚部分を円形に囲む土留め壁を構築し、施工範囲を小さくしました。地山の崩落を防ぐための対策として、事前に柱状節理の表面や亀裂部への樹脂散布を行うとともに、掘削時にはウレタン系注入剤による地山改良を並行して実施し、柱状節理の保全や施工時の安全確保に努めました。2つ目は、橋脚の施工にセルフクライミングシステムと鉄筋のプレファブ化を採用したことです。新阿蘇大橋の橋脚は97メートルという高さの施工となり、足場や型枠の組み立て作業を一般的な工法で行うと、長い施工日数が必要となることが予想されました。そこで作業足場と型枠が一体化され、油圧ジャッキでクライミングするセルフクライミングシステムにより、足場や型枠の組み立て作業が軽減し、橋脚の施工日数の短縮が可能となりました。その仕組みは、セットされた型枠にコンクリートを打設します。上層階では鉄筋を組み立て、コンクリートの強度が出たら型枠を外し、レールを上昇させて固定します。次に、このレールを足がかりにしてシステム全体を上昇させます。その後、型枠をセットし、コンクリートを打設するサイクルを繰り返していきます。鉄筋組み立て作業についても、地上で組み立てた帯鉄筋や中間帯鉄筋をクレーンで吊り上げ、一括仮設することで作業効率が向上しました。3つ目は、橋桁の施工に超大型の移動作業車を採用したことです。新阿蘇大橋の橋桁の施工には、通常のおよそ3倍の容量を有する超大型の移動作業車を用いた片持ち張り出し仮設工法を採用しました。これはできた橋桁から移動作業車を吊り下げ、やじろべえのように左右のバランスを取りながら先へ先へと伸ばしていく工法です。まずレールを移動し、これを足がかりにして全体を移動させます。その後、移動作業車に支えられた型枠をセットして、鉄筋などの鋼材を組み立て、コンクリートを打設し、強度が出てからプレストレスを導入し、レールを前進させるサイクルを繰り返します。張り出し部は橋脚躯体工の進捗に応じて、先に PR3 側を2機の移動作業車で仮設した後、移動作業車を転用し PR2 側の仮設を行う手順で施工しました。張り出しブロックは通常ブロック4メートルのところを
最大6メートルで施工。当初の計画の21ブロックから15ブロックに削減し、上部工事における110日の工期短縮に威力を発揮しました。なおコンクリートの打ち込み管理では、生コンの出荷から運搬、打ち込み、品質管理に至る一連の流れを電子化し、クラウド上で共有できる体制建設開発の IT コンクリートにより、さまざまな施工情報を管理しながら行い、高い品質を実現しました。そして24時間体制で工事を進めたことも工期を短縮させた要因といえます。また施工中には、令和2年度全国安全週間に際し、相川社長による安全巡視が行われ、安全に対する認識を共有しました。そして2020年9月14日、地元の小学生も参加してコンクリートの打設を行い、無事に閉合しました。新阿蘇大橋の施工に課せられた使命、それは熊本地震からの復興のシンボルとして一日も早い開通です。早期復興実現のため、さまざまな技術を導入した結果、標準とされてきた工期に比べ1年4ヶ月短縮し、無事故無災害で開通の日を迎えることができました。我が国の建設業界の技術力と実行力の素晴らしさに心から感嘆した次第でございます。非常に困難な現場でご奮闘いただきました施工業者の皆様など、すべての関係者の皆様の多大なるご支援の賜物であり、改めて深く感謝を申し上げます。皆様本当にありがとうございました。被災した阿蘇大橋を施工方法を工夫されて、工期を1年4ヶ月短縮していただきました。国交省ならびに昼夜を問わず作業に当たられた工期関係者の皆様、改めて深く感謝を申し上げます。国道325号阿蘇大橋ルートの開通です。新しく生まれ変わった新阿蘇大橋、全長525メートル、最大主幹長165メートル、橋脚最大高さ97メートル。国内有数の規模であるとともに、早期の復旧、安全性や自然環境への配慮がなされた橋でもあります。人々の願いを込めて、阿蘇の大地に架けられた希望の橋。道と道をつなぎ、人と人をつないでゆく。